こんにちは、そしてこんばんは春木道の大旦那です今日の動画は久しぶりに花を描きましたあのワビスケという茶道の世界でよく用いられる花なんですけども、えー、ちっちゃいツバキなんですね小さいのでサダンカかなと思ったんですけどもツバキの方が近いです調べてみるとツバキとお茶の木茶の木ですねを交配させて作った品種らしいです そしてワビス助という名前は千利休の専属の庭師ワビス助という人がいたらしいんですけどもその人の名を取ったという説があります、まあ、このワビス助という名前がとても好きでこのワビさびのワビですけどもそれでいつか描こうと思いましたワビス助にはその赤いのもありますしピンクのもありますしそして今回は白い花を知り合いからもらいましたのでそれを描いてみました ただ一つお詫びしておかないといけないのは今回の「白い花の描き方」というテーマで描いたつもりなんですけどもなんと動画のそのそ花をを塗る部分を消してししてままいました。ですから途中まで塗ってて突然花が完成しています。 花の塗り方に関しては、えー、もう一本、えー、白い花を用いて動画を作り直しますのでただ今日の詫びすけは自分で言うのもなんですけども出来がいいと思いますのでアップさせていただきます最後までご覧ください今回の下書きは、えー、結構きっちり絵描きました「クリアな画面にしようと思ったからです」 今回の注意点は花が白いですので葉っぱはしっかり書き込んでもいいんですけども花の線は極力薄くするという点を気をつけますそうしないことには花に影をつけても下書きの線が浮いてくると立体感がなくなってしまうからですバッグの色をつけていきますけども今回は白い花ですので青そして緑紫 使いますそしてどっかに赤系統の色が欲しくなりますのでえ少し垂らしますえそして白い花の場合特に後ろの色がきつくなりすぎないということを意識します今回花が白いですのでうっすらとした色で十分花が浮き立ってきますここで赤い色を落としますどこかにやはり暖色系の色が欲しくなるんですね ガラスの花瓶に、えー、透き通っているところを、えー、一緒くたにも塗ってしまいますこの紫というのは、えー、影のイメージを連想させますので紫を使っています後ろの色を決めるときに実際には青とか紫はないんですけども影というイメージを見てる人のイメージを描、えー、き立てるのに使います、えー、そして今回はマスキング液を全く使わずに描いていきます 鼻の白いところ、光の反射する白いところ、すべて塗り残しで行っていきます。ですから、その塗り残したいところには色が入らないように、水がかぶらないように水を塗っていって、そして色を流し込んでいます。なぜそうするかと言いますと、やはり基本はマスキング液を使わないというのが基本だということに気がつきました。ですから、その基本 的な技法ををちょっと力をつけるためにですねマスキング液を今回は使わないでおこうと思いましたそしてもう色を塗っていきますけどもまず葉っぱの裏ですね特にこの椿系の葉っぱは分厚くて裏と表の色がだいぶ違いますのでまず裏の葉っぱを塗っていきます と言っても途中から表も全部同じ薄めの黄緑の色を塗っていくんですけどもとりあえずまあ自分の確認のために塗っていっていますそうすることによって葉っぱが裏になっているところと表になっているところがいろいろ入り組んでいますのでたったそれだけのことなんですけどもそれだけのことで立体感が出てきますですから裏と表を確認しながら塗っています えー、こ,こ,ここはもうすでにあえっ、ー、と表のところも塗っているんですけども表のところもほぼ同じ色を塗っているんですけどもそれはなぜかと言いますとあとで葉脈を、えー、残して2度塗り3度塗りするので葉脈の色を薄く残しておく必要がありますので、えー、この黄緑の色をのせています。 この花とか植物を描くときにこの葉っぱの動きというのはとても大切なんですね。もう葉っぱが動くことによってそれだけで立体感が出ます。この葉っぱの動きというのは本当に見れば見るほど楽しくなってきますのでよく注意してみてください。そして茎を入れることによって花の形が整ってきます。この場合は枝ですね。枝を描くことによって 木の存在感が一層ししっかりしてきます。この葉っぱの隙間から、えー、見えてる枝というか茎はとても大切ですね、えーまあ、骨,骨組みみたいなもんですからねで葉っぱの虫食いのようなところも入れておくとリアル感が出ますでこの枝茎というか枝というかは注意しないといけないのは 先に伸びるほど細くなるというこれを無視してしまうとものすごくリアル感がなくなってしまいますですからそれは極力この枝は先っちょに行くほど細くなるということを気をつけてください今は葉っぱの表のところを塗っていきますねこれ下に淡い黄緑を 入れていますから水抜きをするとその葉脈が淡い黄緑の色が見えてきますのでそれを考えながら今乗っていますこれ結構分厚い絵の具をえ分厚いというか濃い絵の具ですね濃い絵の具の濃い絵の具を乗していますそうすることによって水抜きを水抜きというのは水で 濡らしてそれを後で拭くわけですねそうすると下地が見えてきます結構濃い絵の具を分厚い絵の具をのせた方がその水抜きがきれいにできます今は一通り、えー、表か裏かっていうところをかき分けていますねまあこの椿系の葉っぱはかなり 重厚感があって分厚いですのであまり気を使わなくていいですねあのペラペラの葉っぱはやっぱり気を使いますけれどもしっかり書き込んで書、えー、き込めますのでどんどん塗っていきますあもうすでに、えー、葉脈の白抜きをしていますね葉脈が見えている部分があります今塗っているのは影が重なってより 暗くなっってていいる部分を塗っていますですから葉っぱとかそういう単調な部分であったとしても最低3種類から4種類ぐらいの色を使い分けて塗ると重厚感が出ます。水彩画を仕上げて仕上がった時に何か物足りないなと感じた時は大抵 より濃い色がやはり足りない場合が多いんですね。そのためにはこう色を入れてみましょう。これは一番向こうに見えている葉っぱをのしているわけですね。あ、ここはえっ、ー、と葉っぱの表のあ今葉脈を残しながら塗え塗っています。こうやって葉脈を残して塗る塗り方と一旦塗った絵の具を 水抜きで拭き取って白く抜くという方法と両方ありますけども両方使えるようにしてくださいで結構この葉っぱが分厚いですのでこのテカリテカリと影の差をつけていくとしっかりと見えてきます基本的にはこれ見る角度は逆光ですので向こうの方が光るという場面が多いですね そして、えー、と私はめにティッシュを使います。というのは、えー、塗った後にグラデーションに、えー、絵の具がグラデーションになるようにですねもう常にこまめにティッシュを使います。塗った色をそのまま置いとくともう筆跡がはっきりしすぎますので是非グラデーションになるように努力してください。 えー、そしてこれは葉っぱの裏が見えていますね葉っぱの裏が見えているところなんですけどもここも微妙な影の濃淡、えー、が出てますんでそれを表現しています、えー、この手前に見えている葉っぱも裏返っていますねここも仕上げていきます表の葉脈はへこみますけど、えー、裏の葉脈は飛び出します そうした違いにも気をつけてください。えー、そしてガラスの瓶、えー、花瓶ですね花瓶を仕上げていきます。これもそんなに難しくはないんですね。ことさえ覚えれば、えー、見えている色基本的にはグレーですね。グレーが、えー、グレーで色付けをしてそしてこの角っこなどに集中的に反射した色がたまりますのでこれやはりこの 隅っこの方に濃い線が出てきますねそして水と水に入っている部分と入ってない部分のギャップこれも注意するとこの透明の水をよく表します。そして葉っぱのギザギザのところだけに今回はガッシュを混ぜた明るい色でギザギザを描いていきます。 はい、ここで花最初に言いましたように花が突然完成しています。申し訳ございません。白い花の色の付け方はまた別の動画で、えー、必ず説明しますので、どうか今回はお許しください。サインを入れて、ひとまず完成にしたいと思います。ハルキーマークがちょっとコロナ太りしてるかもしれませんね。 はい、できましたなかなかいい感じで、えー、できたんですね自分でも満足ですこのワビスケの持っているなんかわびしさ、寂しさが表現できたんじゃないかと思いますいかがでしたか参考になった方はぜひチャンネル登録しておいてくださいチャンネル登録をした後 一番上のベルマークも押してておいいください登録は無料ですのでご安心くださいではまた次の動画でお会いできますように健やかにお過ごしください春木道ドウ大旦那でした